SIP。 あ、それ?あ、それ?あ、それ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 、テストが終わったよ。テストが終わったよ。あ、クリスマス?正月?最高。こんにちは、いいよ、はい、始まりました、知ってるございます。やっとテストがあって、もう、ね、最高潮にね、テンションが上がってるので、早速ね、動画今日も本日も行ってみましょう。今回の動画はですね、ドンキにね、ちょっとね、面白いね、ものがあったんでね、ちょっとね、それを使ったちょっとしたね、実験をね、していきたいと思います。ドンキで買ってきたものはこちら、プシャー、不思議なサプリー。このサプリを飲んだら味覚がね、変わるらしいんですよね。こちらのサプリね、298円ぐらいでした。味が違うとかね、苦くないとか、だから辛いもの食べたら甘くとかなるんですかね。味覚を変える成分、ギムネマ配合みたいな感じなんで、これを食べてコーラ飲んだら、コーラの味ね、どんな味のコーラになるのかなと思って。この世の中にはね、コーラはね、何百種類、いや何千種類とね、たくさんの種類のコーラがあると思うんですけれども、新しいコーラがね、できるんじゃないかと思ったわけですよ。自分だけはね、売ってないんですけれども、味覚が変わることによって新種のコーラがね、できるんじゃないかと思ったので、早速やってみたいと思います。こちらの使用法はですね、1回2粒を目安に噛まずに舐めてお召し上がりください。2つね、持って帰ってくるときに割れちゃったんで、こちらのね、新品の2つを食べたいと思います。味覚を変えるのはあなたしかいないんだ、いないんだ、お前がいれば必ず味覚は変えられる、変えられる。いただきます。このサプリ噛んではいけません。絶対に噛んではいけませんよ。噛まずにいただきます。まずっ、何これ、まずっ、何これ、苦っ、何これ、はっ、めっちゃまずいんだけど、めっちゃまずい、やばい、めっちゃまずい、やばい、めっちゃまずい。まあ新しいコーラに出会えるためにはね、こんぐらいのね、苦難をも乗り越えていきましょう。あやばい、まず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 い、もうやだ。これが YouTuber の現実やで。はい、やっと口の中なくなったんで、マジで苦かったこの不思議なサプリ。まあとりあえず飲みましょう、コーラ。果たして味は変わっているのか、いただきまーす。これさ、普通のコーラやんけー。おい、あんまりな、こういう商品出したらあかんで。298